と帰ってきました。やっと今ちょっとこれ温めつつ向こうに行って一杯やらせていただきますと。いいですね、こんなもんちょっと足んないんですけど。いやーもうこれね、純一さんが一個ずつ食うかもしれないから。あ、ごめんなさい、俺いや純一さんはね、もうこうしまったわ。え、純一さんうめえ、純一さんうめえよ。お疲れ。うん、やっと。何飲む？いやー、とりあえずビールを1本だけ買った。6人揃いましたね、先に。ビール1本だけ買ってみたから。7人。いや、でもその前に帰るから。僕はもう9時に帰る。よし。おい、ありがとう。明日はラジオの投稿ありがとう。ねえ、僕以外誰もラジオ聞いてなかった。ラジオやってたの？あ、そうなの？だから上がってたんだ。この人追い上げてくるよ。明日はしか聞いてないのがまた今日盛り上がったから。オープニング分かるけど、もう想像できたな。てか、まあ、聞くわけないよ。聞くわけないけど、一応投稿あったら面白いからって LINE 投げた。オープニングトークでその話してて、今ね、設営してきたみたいな話をしてさすがにあの受け役のアナウンサーの女の人ですか、あれディレクターさんですか。ディレクター、うん、若干引いてましたね。ゆでたんまだかよ。いや、ゆでたん別にいつでも出るよ。おい、ゆでたんまだかよ。出るって。いや、もう何が糖質制限だよ、うるせえ。早くしないと、ピザまた頼んじゃうぞ。タンは糖質じゃないから。いや、タンはタンパク質じゃん。ちゃんと言うね。いや、この人数分ねえな。切ればいい。分けて食いましょう。タンはタンパク質やから。糖質制限の人も食え。急に上げようとしてんの。たくさん食べるよ。急いでんな。まだ上がって。息急いでるぞ。急ぎが見えるから。ロレツマーラングなってきたな。飲んでねえじゃん。そういう上げ方もあるんだ。それか、これぐらいで本当にもう追いついてるから。いっぱいで。これ酔うの早いからな。可能性あるよ。ヒロシ寂しかっただろうな。みんなの笑顔を浮かべながら、自分がって考えたらめちゃきつい。あれえぐいよ。驚かしたかったって。こっち踊りだったからね、本当の意味だいぶ近くまで来てたみたいなね。清水、あ、そうなん。ちょっとここから40分ぐらいと思った。俺拾えばよかったね、もうちょっと分かれば。あ、拾えてる可能性はある。でもバイクだけ工場持っていてくださいって言えば。絡みたいのよ、とにかく。ああ、絡みたいのね。絡みたいの。そうだって、今日も俺言うだって、この夜の節電しに来たんですから、わざわざ。確かに本当は太志ちゃんが言うように来ようと思ったけど、こんな集まるのって思って。そうっすよね。俺もだってそうなかなかないですから。中ラジオだって静岡だから、そりゃ。あ、でも中ラジオだったから来れたんですけど、逆に、うん、すごいタイミングだったね。いや、最高や、静岡のラジオ。久しぶりさん出てくれよ、さあ、ね、え、見えるんすか。もうバッチリ見えない。まだ茹でたわ。茹でた、ナイフが見当たらないんだ。こっち集合か。それか、そ、これなんか居心地悪いんだよな、ここ。斜めになってんじゃない、うん、なんか、まあ、これ外していい。こっち寄るからさ。これ外していい。もう外してるよ。もう外しちゃったよ。そっち入っちゃうじゃん、もう一番どこに。いや、今日ね、西村の資料がいつもより多いよね。早い。やっぱ日本酒がうまいから。スタートがうまかったんすよ。日本酒もうないの。あるでしょ、まだあるでしょ。いや、もうやばい。もう開けたよ。ね、慎重に飲んだから。あとどれぐらい、そう。一生あったで。うん、俺ないね、やっぱり。あとちょっと、あと一杯。あとちょっと、あと一杯ある。俺でもあれがな、あ、いや、僕は、ああ、すみません、すみません。本当に一杯ある。4、5杯飲んだんですよ。マジでこれ昼の3時の時めっちゃ飲みたかったからな。それがもう誰もね。それを味だけでも、味見だけでもしたいところだから。いただきます。どうぞ。ケラムにも勝ってる。わさびがラッキーと。これうまいな。うまい。これ島田のサイトすごい斜めね。炭元から炭先まであるんで、ちょっとどれがどれだかはわかんないですけど、それはもう大丈夫。しょうがないです。先でお願いします。先がいいんだ。全然違う。もっと、はい、違う。これでいただきます。相当すごかったよ。うわ、うまそう。
うわっ、うわっ、おぉ、おぉ、なにこれ、ただ茹でただけなの、これ茹でただけなんですよ。うわで、わさびと塩と、お前が出るだよ、お前が出るだよ、塩すごいね、ありがとう、ありがとう、わさびありがとう、よかった。あー、ダメなやつだ。これダメな流れだ。胡椒がやっぱいい、ね、そうですよね、胡椒がいい、そうなんです、最後にちょっとだけ胡椒、元、あ、いいですよ、こっち端元、いいですか、根元、いいです、いいです、はい、根元まで行っちゃっていいです。うめ、ここに塩を出すか、ここが、ね、あれこれからしだ、いや、わさび、わさび、わさび、感じないね、脂が強く、うめめ、やわらか。そうでしょ、ありがとうございます。元よね、やっぱ浅田さん、元まで欲しい。え、食べていいですか。わあ、え、じゃあ杉さんも食べないですか。いや、ちょい食べない、食べない。元うめ、うまい。まだあと2切れぐらいはあるんで、うまい、うまい。ピザ食っちゃえ、誰か食いたけや。一旦これ食うとピザじゃなくなるけど、俺ビールだから言っていいですか。俺どうぞ、どうぞ、いただきます。いただきます。美味しいね、茹でたのうまいね。魚食ったりピザ食ったり、食ったり忙しいわけよ。うまっ。今日でも石運んで結構動いたからそうよね。石、いや、結構あの風強かったんですよ、来た時、はいはいはい、そう、結構石運んだから。あ、そうなんですね。そう、ピザぐらい食っても全部消化されるよ。水はうまい。理由作って自分に言い聞かせて。そんなわけないのに。石1個でピザ1枚ぐらい。どんだけだよ。どんだけでけえし持ってんの。すげえ、まだパンあんの。まだ、うまっ。なんかジン、あ、それ美味しいですよ。美味しそうやなと思って、はい、ジン、うん、はい、開け方が分からん、白いところ開け方が分からん。これ言ったらもうすぐ順調追いつくやつじゃん。え、すぐ追い抜くやつじゃん。ジンイチだ、ジンイチだ、一旦寝てもう一回ジンイチ。どうも、ジンイチダビッド。今日一出たね、明日は。明日は今日一、明日は今日一出たな。年一かもな。年一かもな。うん。頑張ろう俺。ジンイチダビッドソなんてそんな。年に一回だな。いや割とが安い。センスの塊みたいな。出えへんで、明日は。割と手元にあるやつ。すごい、すごい。まあまあ高速に考えたけど、後に続けない俺。何も出ない。ジンだからとか考えてる。ジンイチラビトス。ジンイチ。ジン、どうやって飲む？炭酸割り。ジントニック。レモン入れた方がいいんじゃない？いや、僕ね、ジントニックか。レモンあんまり好きじゃないんですよ。あの、あ、違う、トニックか。味が変わるから。あ、さっきちょっとレモンサワーどうすか。レモンサワー好き、あ、好きだけどあんま飲まへんけどね。あるよ俺。え、あんま飲まないけど好きだ。あのなんか一回焼酎と炭酸と生のレモンをぐわって入れて、うん、家で作って飲んだ時はうまかったな。でもレモンサワーの元にレモンしっかり絞るとやっぱ美味しいよ。そう、だからあのな、あそこの元、そう、なんか言ってて、うんうん、あ、そう、長野の、うん、それ言うと割れたら作れます。それはうまい、そこのやつはうまい。レモン、そこのやつだってレモンなくなるぐらい飲んだもんな。店のレモン全部なくなったもんな。全部なくなってん、すご、俺らが飲みすぎて。それ二日酔いになるよな。うん、で顔パンパンでロケのオープニングやる。これジン酔うな。あら、な、酔いそう、口当たりが、うん、いつも酔うよ。いつも酔うよ。今じゃない、酔わんよ、酔わんよ、酔わんよ、あんた酔うば、酔わんよ。そうだろうとはならないよ。今日は酔うだろうなと思って見てたけどな。今日は珍しくみたいな言い方しましたね。今日はジンだから酔うかもな。いやいやいや、酔う飲み方してるし。あー、ジュニさん、これスープ。何でもいいとか言いながら、ね、どれ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 、いや、これ全部食ってんじゃん。これ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 、これはうどんスープってあるでしょ、市販の。あれとニンニクと、うん、だけですよ。と、あの、スペアリブのだし。最後のスペアリブでちょっと聞きにくいんだったね。スペアリブ肉だから味が出る。でももうね、味はありますけど、うん、結構美味しいと思いますよ。ちょっと飲んでいい？はい。なんならそこラーメン入れたらうまいと思うけど。ラーメンあるんですか？ない。いや、それを。待って待って、めちゃくちゃや。味見だ。
まだ信用してないらしいよ。フライパンで。どうします飲みます。いやうまいけど、うん、そこまでいっぱいは大丈夫かな。いや別に俺も飲んでほしいと思ってないから。俺俺いや何何これ。ちょ待って、どういう流れなの。ね、帰ってきたやんやん言ってるから。うるさいわ。いやいやいや。いや年上ですけど生意気なんだよな。生意気ってどういうこと。なんか表現を違うの。いやいやもらってんのになんか生意気言うじゃないですか。ちょっとひろしさん、あの急に俺も動画回し出したから、うん、なんでいるか説明してもらっていいですか。ここにめんどくさい。ねえ、なんどういう状況でたどり着いて、はい、スイッチバーン入れて、状況説明、はい、ここにいるか、入れ入れといてよ。はい、ひろしどうぞ。いや今日さ、あの俺一人で、うん、バイクで旅をしようと思ってたんだけど、うん、途中でさバイクが故障して、うん、でなんかテントだけ持っててたから、うん、どっか海辺でふって横になろうかなと思ったら、うん、偶然いたから。いや違う違う違う、設定じゃなくて本当のやつ。本当のやつ設定じゃなくて。この広い地球でそんなことないでしょ。いやいやいや、バイクがもう故障したの単純に。どっちもめんどくせえ。どっちもめんどくせえ。ジャブ読んで、うん、でなんかまた東京までさ、そのバイクを運ぶってなったらさ10万かかるとかさ、うん、言われてさ、じゃあどうしようかなと思って、もう中途半端なとこだったのよ。どこら辺で止まったんすか。いやもう土地は分かんないけど、うん、JAF 呼んでとりあえず高速降りてもらって一回キックしたらかかったの、なんとか。はい、でなんか調子が悪いながらもずっともう行っちゃえと思って30何キロだったかな、ここまで。で来れたってことですね。でやっと来たって。で来れて腹ペコ。腹ペコ。俺は昼の1時2時に出てて、あのなんならみんなほら飯いつもいいの食べんじゃん、うん、それぐらいに着くと思ってたから何も持ってこないでいいかと思ったらみんな食ってた。何も持ってこないでいいことはないないけど、うん、でもまあオッケーでしょう。いやいや、何のオッケーでしょう。どういった類の動画なんこれ。わかんない。最高やな。いや朝200かすげえな。200する人って俺ら知ってたけど、うん、最近もうできないじゃん。なんかいろんな状況で、はい、あとここに200ってすごくない。すごいですね。全部いっちゃう。うん、いっちゃう。今いっちゃう。なんかここに200できないよね。昼間おれんよここに。明日もめっちゃ美味しいし、天気みたいな美味しいしよ。岩塩見えねえ。岩塩あれスパイスソルトみたいな感じですか。うん、違う、がっつりしよ。へー、ピンク色だけどがっつりしよ。ちゃんと美味しいしよ。あ、もう焼かない方がいいかも。あ、そんなに。うん、めっちゃうまい。ちょっとレバーや、レバー焼けましたよ。レバー食う。めっちゃうまい、ちょうどいい。うん、だからこれが初で、はい、他が全部だから。あ、じゃあレバーで、はい、きたきた、猛者、猛者きた、猛者、猛者ひろし、猛者ひろしきた。これ何。あー、いただきます。それ初。めっちゃうまい。あ、違うの、なんか、はい、わあ、なんだこれ、なんだこれ、これ初？あ、もう初ないです。ひろしさんが食ったの。片付けて帰るか。サウナ行ってから。